すごいよ、ハル。お前将来昆虫博士になるんじゃないか？仕方ないよ。この家にいるためには我慢しなきゃ。なんで家出なんてしたの？トネのところに帰れると思ったのか？バカだな。僕もお前も帰れるところなんてないのに。ユーザー、俺のこと嫌いになったのか？そうなれたらよかった。知ってたか、ハル。僕たちはお前のおかげでこの家に来れたんだって。僕がどんな気持ちでお前を見てるか想像したこともないだろう。お前さえいなけりゃっていつも思うよ。何してるの、ハル。もしかしてここでずっと待っていたの？お、うん、どうなんだろう、それは。喜ぶとこか。やっぱ雫はヒーローだな。会いたいと思ったらなんでかいる。え、だって待ってたんだ。なのになんで俺ばっか我慢しねえといけねえんだ。我慢してたの？どこら辺が？してた。死ぬほどしてた。本当なら予備校行ってむちゃくちゃにしてえぐらいだ。それやったら縁を切る。ほらな。なんでこんなに苦しいんだ。雫が好きだ。嫌われるのは嫌だ。でもお前が離れていくのはもっと嫌だ。え、なんでそういうことになるんだ。こんな時なんて言えば。どこかで思ってた。思いを伝えれば、気持ちをまっすぐにぶつければきっとうまくいくと。安心したい。確信が欲しい。雫が全部欲しい。それは無理。どうして、どうしてこんなに噛み合わない。多分何かがずれている。でも戻し方がわからない。正しい答えがわからない。